よーい、スタート。監督の太田です。まあ、体調は相変わらず良くないんですけれども、以前に、ちょっとそろそろ新しいのも撮らなきゃっていう、まあ、ちょっとこの間、本当に脳が死んでるんですぐ思い出せないんですけど、久しぶりに、お便り紹介をしてみようかなと思って、ね、新しいネタ病人でずっと陥るんで新しいネタあんまりないんですけれども、そうだそうだ、相変わらずあれなんですよ、こうコメントをくださる方がたくさんいて、で、ね、時期何回か紹介してまた近いうちにと言いながらできてない、ま、っていうのはやっぱり脳梗塞で字がよく読めないんですよ。よく見てほとんど読めないんですよ。で、特に僕ひらがな読めるんだけど漢字とか読めなくて、でせっかくお便りくれてもね読めなかったりで、特に長い文章になるともう途中で、読めなくなってきて、もうなんかもうダメとかになっちゃうんですよね。なかなかその辺の気持ちはねやっぱ分かってくれて、目が見えないと字が読めないの違い、まあ、両方なんですけれども、目が見えづらいかなと、字が読めないっていう違いが分かってもらえなくてね、目がよく見えないんだと思われがちなんですよ。でそれもあるんだけど字も読めないっていう脳、字を読むための脳が死んでいるの でそれはもう治らないんで、でもリハビリしていくと少しずつ良くなってくるんで、でなんか、2年ぐらいで結構良くなりますよとかって話聞いてたんだけど、お医者の先生に聞くと難しいねとか脳外科の先生に言われて、まあそうだろうな、今もう2年目ですけど本当まだ3行ぐらいしか読めないんですけど、まあ、その中でちょっとたくさんの方がコメントくれていて、読めてなかったりするんですけれども、ちょっといくつか紹介していきたいと思います。っていうのもね、この沖縄協奏曲が DVD 化されまして、これのシリーズ1作目の沖縄ドキュメンタリー沖縄戦、上から乙女たちの沖縄戦、はい、と言いますのも、現在発売中、ついこの間発売されたばかりの、沖縄協奏曲、いろいろ物議を醸しましたドキュメンタリーです。でそれからそれの前作になる乙女たちの沖縄戦、これもドキュメンタリープラス、こちらは、30分の、再現ドラマも入ってます。そして、そもそもスタートとなったドキュメンタリー沖縄戦、これは沖縄戦を詳しく、当時のことを知る人たちと専門家による証言で綴った、ドキュメンタリーです。でこれがこの3つとも今発売になってまして、で DVD 化されました。でこれは、5年前に確かね取材したやつなんですけれども、でこの2本がつい最近7月に出たんですけれども、ね、まあまあちょっとそれのこう宣伝も兼ねて、でいろいろそういう番組っていうか、このお話、本当脳が死んでるのって言葉が出てこないけどやってたんですけれども、それに対してあるいは僕のこの病気のことについてとかコメントをくれた方がたくさんいたので、ちょっと読める限りで読んでいます。もう本当の死んでるのであれなんですけどね、ご紹介しますね。で都知事選についてもちょっと前に語ったんですけど、それについてのコメントを送ります。なんて呼ぶんだろう、コートティングペッド、英語も日本語も読めなくなっちゃったんで、その方からのコメントです。監督のコメント非常に勉強になりました、ありがとうございました。いやもう読んでもらってありがとうございます。これああよかった、あこさんって方ですね。ああよかった、監督ヘルパーさんに来てもらったらいいのにと思っていたんです。これなんかの時に言いましたけど、そうなんですよ、去年の10月頃から9月かからヘルパーさんが来てくれることになって、もうすっごい助けられてますよ。で特に去年はもうほんとね、暑くて、夏暑かったじゃないですか、今年も暑いけど、で外出できて買い物とか全く行けなくて、で近所にそういうスーパーとかがないんですよ、ここ田舎なんて。
で、その中で来てくれ、1週間に1回来てくれて、買い物に行ってくれるっていうね、本当助けられて、で、買い物はまあ秋になって、行けるようになってからも来てな、例えば、皿洗いをしてくれたりとか、部屋掃除してくれたりとかっていうね、本当に助けられて、だから、やっぱり、ね、体力ないし、気力ないんで、料理はなんとか作っても、片付ける気力がなかったりとか、怠け者だっていうことじゃないんですよ。そのぐらい以前はやってましたから。で、部屋もやっぱりもうね、どんどん散らかってくるし、ゴミも捨てに行けないし、みたいな、状況だったんで、もう心臓機能がやっぱり 20% 下がって、脳も死んでるんでね、で、おまけに目がよく見えないっていう、去年はもう完全にそういう状況だったんで、本当に助けられましたけれども。で、それを心配してくださった方が、ヘルパーさんという、でもヘルパーさんって存在してた僕知らなかったんでね。で、それも、Facebook 友達の人が教えてくれて、っていうか、その人が連絡してくれたんですよ、市役所に。で、で、そこから派遣されてきた人たちが、僕のことをいろいろ検査、調査してくれて、この人にはヘルパーさんつけなきゃいけない。っていう風な判断をして、それが来てくれるようになって、今もまた来てもらって、1週間に1回来てもらって、本当助かっていてね、ということがあって、で、この人もそれを心配してくれてたんですね。あとね、そうそう、久々に、大体結構真面目な社会の話をすることが最近多いんですけれども、もともとは映画好きな人たちの映画ファンのための、これ、サイトとして始めて、だからね、一応タイトルは、太田監督の、私の映画部屋っていう番組にしてあるんですけど、全然映画の話せずに、最近もなんか社会の話とか、なんかそういうやばい話ばかりしてるんですけれども、この人は、なんだっけ、久々にそういう作品の話、鬼滅の刃の話をしたんですよね。で、この僕の見てもらってる人と前も話しましたけど、鬼滅見ている層と全然合わないんで、割にこう社会派のそういう風な大人の人たちがやっぱり最近見てくれてるんですよ。年齢層高いと思うんですよね。で、やっぱりアニメーションって実はもう大人が見れるレベルっていうか、作品がたくさんあるんですけど、いつまでも子供ものだと思っている人たちっていうのはまだまだいるんですけれども、どこだ。でも、この人くれた子、ガラモン。ウルトラ Q のガラモンのマークの方。とても面白い解説でしたね。ああ、これだけか。はい。どこかにね、もうちょっとなんかっていうのあったかな。まあ、ちょっと順番に行ってきますね。これ、だいぶ古いやつですけど、善次郎さんが、令和新選組の応援に行った時のトークを、僕がもう3年くらい前かな、撮影して、で、それをこう切り出して配信したことがあったんですよね。で、それをこの、僕らのという方が、亀岡師匠も天国で、苦笑いって書いてるっていう。善次郎さんっていうのは亀岡龍太郎さんのお弟子さんだった方なんですよね。で、僕は結構ね、亀岡さんは好きで、ね、あんな毒舌で、あまりね、お笑い芸人はあんまり面白いことを言わずに、割り社会派のことを言ってるっていうね、方だったんですけど、まあ、でもな、その辺かもしれないね。僕も、あれなんですよ。本当エンターテインメントの青春映画の監督なんですよ。もう最初のことは青春映画ばかりですからね。で、それが、ここしばらく、社会派になっていて、なんていうかな、そんな話ばっかり YouTube でもしてるんでね。なんか、そういうところでやっぱ上岡さんなんかすごく、なんかシンパシーを感じるところがあったんだろうなと思ってね。で、その上岡さんが、善次郎さんの見て苦笑しているんではないかっていうね、なんかわかる気がしますね。だから善次郎さんももともとなんか、落語の語じゃなかったな。なんだかな。大阪の深夜番組やってたんですよ。すごく低予算で作って、る番組で。で、大阪に行ったらね、必ず見てたんですけれども、それは結構ね、この社会派ネタの、その後あれだ、スタンドアップコメディで、確か海外へ行って、して、またこの話すると長くなっちゃうけど、いいかな。ちょっと、そうか。で、スタンドアップコメディっていう、エディ・マーフィーとか、アメリカのコメディアンの人いるじゃないですか。ウィッピー・ゴールドバーグもそうだし、それから、ロビン・ウィリアムスなんかも、みんなね、そういうコメディハウスっていうかな、いう、日本でいうとこ寄席みたいな、
もっとあんな吉本のあの小屋見たらあんな広くないんですよ。もうほんと狭いね、100人入れないような狭いところで、その芸人さんが喋って一人で漫才みたいな、二人で喋って一人で喋って、それを聞いてっていう、でまあ社会風刺ネタが多いんですけれども、でそれを映画化して、1960年代だったかなに人気があった、レニー・ブルースっていうそういう漫談なんていうのかな、そういうスタンドアップコメディアンがいたんですけど、それのをダスティン・ホフマンが演じたのが確か1971年だったかな、日本公開はの映画で、なんですよね。でそれ見てたんで、そういうあアメリカのお笑いってこうなんだっていうのがあって知っていた。それがね、そのさっき言った俳優さんたちっていうのはみんなそこ出身なんですよ。それで、僕ロサンゼルスにアメリカに留学、 USC なんかもう最近会ってないか、留学した時にまあ、サンセットブルーバードってサンセット大通りってがありましたね。そこの舞台のサンセットブルーバードってのがあって、そこに行くとその、スタンドアップコミュニティの有名な店があって、でそこからさっき言ったロビン・ウィリアムズとかウッピー・ゴールドバーグがと、まあ、飛び立ってたっていうか、そこで当時まだスタンドアップコミュニティをやってた当時っていうか、もともとやってた場所の有名な場所があるんですよね。だからまあ、吉本でいうと花月みたいな、もっとちっちゃいんですけど、ところがあって、で行った時そこで一回行きたかったんだけどね、やっぱり英語力ないから行っても笑えないかもしれないし、なんかね、お笑いにはうるさいんですけれども、ちょっとね気が引けてね、結局一回も6年もアメリカ行ったのに行けなかったんですよね。だけど あれもそうそう、ジョーカーってバットマンの宿敵のジョーカーの単独映画がありましたね、ジョーカーっていう、3年か4年ぐらい前にえらい暗い映画で、まあ、すごいよくできてるんだけど、それの、まあ、主人公があの人の、誰だったかの弟、がやってるんですけれども、その時にその彼の職業がそのスタンドアップコメディアンで、その小さな小屋で、つまらないこう漫談っていうかトークをやってるっていう設定だった、まあ、あれがスタンドアップコメディなんですよ。それがね、実はね、日本人の女性で、当時僕がアメリカにいた頃だから1980年代後半ですよ、タマヨっていう人がいて、で人気だったんですよ。でちょっとライブでは見たことないんだけれども、MTV 当時人気ありましたよね。今ももちろんやってますけれども、MTV の大人版としてアメリカではね、VH1 っていうチャンネルがあったんですよ。ケーブルですけれども。で、ずっと24時間音楽のミュージックビデオを流している。まあ、MTV はもう有名ですよね。で、それの VH1 ってちょっと大人向けなんですよ。MTV は割に若者向けで。だから当時ね、例えば大学生たちがあれするとき、まあ、パーティーしたりっていうときに、昔だったらこうレコードをかけて流して、ね、酒飲んだり喋ったりしてたのが、その頃はね、こういうMTV をつけっぱなしにしておいて酒飲んだりなんかね、なんか喋るの疲れてたらそれ見てたりとかっていう風な文化っていうかことがあったんですよ。だからもう BGM 帰りに MTV を流しているみたいな。だから僕も部屋でもずっと MTV つけっぱなしにしながら勉強もしなかったけれどもね、ご飯食べたりなんとかしてたっていう風な、もうアメリカはそういう文化だったんですけれども、それの今度大人版、なんかいつまでもねガキのね聞いてるじゃないよっていう風な、だから30代40代以上の人を聞くちょっと懐かしいやつとか大人向けの音楽っていう風な、例えばね、ロッド・スチュアートだって、ね、僕らが聴いてた1970年代聴いてた人間っていうのはもう20代30代になっていくわけで、で時に若い人たちは今度ロッド・スチュアート知らないとかっていう風になる、まあ、ローリング・ストーンズもそうですよね。もちろん若い人も聴くんだけど主流がだんだん上がっていくっていう時に、そういう若いあの頃になんかボンジョビとか若い人たち人気あった、ヘビメタとかあったけれども、やっぱりロッド・スチュアートとかストーンズっていうのはこう年齢層が高くなっていく。でそういう人たち向けの、ミュージック、MTV っていうのが VH1 ビデオヒッツ1っていうチャンネルがあるんです。で僕は結構それ見てたんです。もう当時21、2だったんでね、
あの、もう、ぐちゃ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 、ちゃーん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 っていう、あの、なんていうの、アイアンメイデンみたいな、なんかそういうヘビメタよりも、なんかもうちょっと大人しいやつを聞くようになってたんで。で、そのチャンネルをまた24時間ずっとやってるんですけど、あれ何の話しようとしたんだっけ、また忘れちゃったよ。で、それでなんか何だったっけ、いやもう全然忘れた。あ、やっぱり脳死んでるな。うん、あ、思い出したしますけれども、で、それ、あ、なんだっけ、何を言うとしたんだっけかな、本当ダメだな、なんかお話ししていてそれになったんだよな。神岡龍太郎さん、あ、いや忘れた、すいません、これ見てる人たちで、それで聞く話、それでどうなったのって言った時に、落ちわーって言われてしまうっていう、すいません、思い出したらまた話しますので、次行きますね。すっごい古いあれじゃないかな、白戸三平さんが死んだ時、カムイ伝の、その話を僕が高校時代にもう本当毎日もうすごい真剣に読んでてっていう風な、で、まあ、第2部がその20年ぐらいに連載されましたけどっていう話をね、こう2年以上前だな、したやつの感想が来てるんですけれども、この人ね、カムイ7741さん、赤目っていうそういうカムイの師匠ですね、カムイで忍者なんで師匠がいて、で彼も抜け荷になるんですけど、赤目は第一部の最後で死んでますよって書いてくれてるんですけど、あれはね、読み方が甘い、あの実は第二部で、あの赤目とは言ってないんだけど、明らかに赤目が変装した、商人のような格好して夢屋のこう番頭さんをやってたんですけれども、その格好で現れてるんですよ。で、ただ最後までは赤目だっていうのは明かさずに結局終わってるんですけれども、そのっていうのは第一部で、あの赤目が、あの最後死んじゃう時も、その結局夢屋っていうのは最初面白いやつだったが、だんだんまあ悪役みたいになってって、もうまあ金の亡者になってって、もう権力を手に入れようとするまあ商人なんですけど、それとやっぱり生き方が違ってきてしまったことで、夢屋に撃たれるのかなって撃った時に、その赤目だったら絶対避けられるはずなのに避けないで、ダーンと撃たれて海でボーンと落ちてしまって、あの何だったかな、あの赤目とは呼べないんですよ、夢屋は。その仮の名前の方、あの番頭さんの名前を呼んで、でそんなつもりじゃなかったのにとかって言って、こう嘆くジャボーンとするんだけど、赤目がそんなことで死んじゃうわけないんですよ。で結局絶対生きてるはずだと思って、まあ、20年後にそれずっと、第2部読んでると出てきて、あ、やっぱりそうだ、こんな姿で生きてるんだっていうのをね、この方は残念ながら、見逃しているだと思いますけど、まあ、なんだ20年も30年も前のね、話覚えてなかった。赤目すら覚えてないのかもしれない。僕、赤目は好きだったんですよ。赤目と、直次郎じゃない、直次郎って誰だ。龍之進か。龍之進も確か片目になったんじゃなかったかな。うん、で、したんだけど、指も何本か失ってるんだけれども、あの必死に特訓して、すごい、あのなんていうかな、あの剣豪になっていくんですけれども、それとだからカムイとかね、なんかそういう人気キャラあんまり好きじゃなくて、あと何だっけ、コケマルっていう、まあキャラがいて、なんかその辺の、あと水無月右近とか、どっちかというとあやかふやくなんですけど、すごく魅力的な、その辺が好きでっていう話を確かしてるんですけれども、でもね、これでね、この赤目は死んでますよって言ってきた、俺は死んでないんですけれども、はい。で、この方はね、RP さん、R2P です。同じ脳梗塞実、梗塞経験者としては、この方も脳梗塞を経験されてるんですよね。このチャンネルを見ることは楽しみです、ヤンキーの話は心が温まりました。
ヤンキーの話なんだっけかな、本当の神殿で自分で喋ってる話が思い出せない、感謝していますっていう。だからね、割にそういうこの YouTube だけじゃなくて Facebook でもそうなんですけど、今までずっとやり取りしてきたりコメントをくれた方とかが、僕がこう、障害を持ってしまってから、実は私も障害を持ってるんですとか、実は私は目が見えないんですとかって言った方が、いろいろこうそういうふうなコメントを、ダイレクトメールでくださって、で、ある人なんかはそれをずっと隠して言わなかったっていう。で、なんで言わなかったかって言ったら、やっぱり同情されたり、なんか無神経に批判されたりすることがやっぱり多いから、だからせめて Facebook 上ではなんていうかな、普通の女の子として扱ってもらえるから、それは隠してるんですとか、だから言わないでくださいね、でも私も実はっていう話を聞いたりして、それはすごく僕を励ますために、私ね、そういう言い方じゃないけど、こんな風に頑張ってね、るんだから、あなたも頑張ってねっていう風な、エールだったと思うんで、すごく嬉しかったんですけれども、そういう風に障害を抱えていても言わない人たちとか、あるいはなんていうかな、そういう経験があって、あの時はこうでしたとかっていうことを教えてくれる人たちがいてね、すごい助けられたんですけれども、でもやっぱりそういうことをこう、僕もそういう自分のこういろんなことを、病気のことを書いたんですけど、そうするとそういうことは書くべきではありませんとかって言ってきた人がいて、で、決して悪い人じゃないんですけれども、でもやっぱりそういう病気でとか人に心配をかけるのは良くないっていう日本の発想がありますよね。で、いうのはやっぱり家族がいたりご近所様がいて助け合ってるから、それはわざわざ他の人たちに伝える必要はないっていう風な昔の日本の概念だったと思うんです。で、今って僕もうちの近所って知ってる人誰もいないですからね、この県にもいないですからねっていう風な中で、結局今 Facebook とか、こういう、YouTube とかで、そういうところのいつも僕の見てくれている人、読んでくれている人たちの応援っていうので、この1年は本当救われたんですよ。で、もちろん同時に、聞きかじった全く的外れな、コメントをしてくる人たちもたくさんいましたけれども、そうじゃない本当に知識のある人たちとか、自分も同じ経験をしているって人たちからの、やっぱりそういうコメントはものすごく支えられたし助けられたしっていうね。だから、その意味で今の時代はそういうご近所様向け向こう三軒両隣っていうのは Facebook とかネット上にいるんだなと思ってね。で、お会いしたこともない方からたくさん本当に食料を送っていただいたり、お見舞いいただいたりしてね、いや本当にこの1年助けられたし、だから本当に僕はこの今後また映画を撮っていけるとしたら、わかんないです、また脳梗塞になって、大島監督もね、それで、結局引退されましたから、もし撮っていけるんだとしたら、本当そういう人たちに何か恩返しできる、誰かの、その人たち直接じゃなくても同じようにこう脳梗塞で困っている人とか、あるいはその病気の人とか、心なんか傷ついた人たちとか、なんかそういう人たちになんか応援になるような映画をね、作っていければいいなと思って、だからまず第一弾、本当に脳梗塞を題材として映画は作りたいなと思ってるんですよね。っていうふうな、また話がすごくそれてしまいましたけれども、この方も同じ脳梗塞で、でやっぱり脳梗塞じゃない人からなんかなんだかんだ言われてもね、的外れなことを言ってするんですよ。だからこれも何度も話しましたけど、病気の人に対して、お大事にとか、ゆっくりお休みくださいっていうのはとても大切で、具体的に何も医学のことも病状も知らない人がああだこうだ言って励ましになってると思ったら大間違いで、絶対言わない方がいいですよね。で、僕も言われたのは、リハビリ頑張ってくださいって、原因も分かってないし、で、なんでこんな脳が死んだかわからない、リハビリ頑張ってくださいって、いや知らないやつがね、あれこう言ってくるなっていう、もう病人からしたらもうそれムカつくだけなんですよ。だからお大事にとか、ゆっくりお休みくださいっていうのが一番伝わる。そこで変に知らないことを具体的に、ああした方がいいですよ、こうした方がいいですよとかってね、いうのは何の応援にもならないっていうこととかもね、なんか感じました。
だからそういうなんていうかな、あの元気な人たちっていうのはやっぱり病気の人たちの気持ちがわからないので、あのやっぱりある意味病人同士、同じ病気をしている者同士っていうのはその辺が分かり合えるし安心できるみたいな部分もあったりしてね。だからそういう意味で僕はこう結構最近2回に1回はその病気の話をしてるんですけど、まあ、それによって情報になったり励みになったり、あの共感してもらったりっていうふうなことがプラスになればいいなと思って、そんな話を最近よくしています。何時から喋り出したっけかな、もうちょっとだけじゃあますね。いやー、鬼滅について書いてくれてるんだけどめちゃめちゃ長いんで、ちょっと読めません、すいません。きっと面白いことか。で、読み上げソフトっていうのもあるんですけど、字数が限られてて、あまり長いとそれやっぱり読み上げてくれないんですよね。次はこのアコさんって方、9日前にコメントくださった。監督、お体を大切にしてくださいね。うちに DVD 再生機がなくてどうするかなと考え中です。友達みんなにも見てほしいので前向きに、まあ、考え中です、頑張りますということで、 ありがとうございます。そう、まあ、確かに DVD プレイないと見てもらえないんですけど、まあ、でも DVD が出たことで、多くの人にまた、ね、映画館がない、映画館ね、何回だっけ、30巻ぐらいでやってくれたんですが、全国で。だけどもやっぱそれでもやっぱりその期間に行けない人、ね、うちの県にはない、あの映画館がないって方もいるんで、で DVD で見てもらえて、でまた今ね、だから DVD にするとちょっと多くの方に見てもらえるかなと思っているところです。監督は見る人の心を変えてしまうような本当にすごい映画を作っているんですね。心から、脱帽しますね。いや、ありがとうございます。もうこんな褒めていただいて、これも でもね、僕が作る映画が心を、動かすとかではなくって、沖縄協奏曲に関してはこの本当に沖縄の人たちの大変な思いを、マスコミが本当に大切なことを伝えていないっていう、その事実を知ることで皆さんそうだったのか、知らなかったなっていう衝撃を受けるんで、別に僕の映画僕がどうこうしたっていうことではないんですよね。なんか本当に、まあ、やばかったんですけど、めっちゃやばかったんで、いや監督消されても仕方ないよ、そんなね、2兆5000億円の利権ですからね、もうそのうちの1億出してちょっとあいつを消したかいって言われてもおかしくないよなっていうね。ちょっとこの方もちょっと名前読めないですけれども、乙女たちの沖縄戦を拝見させていただきました。僕の一つ前のこれの前の映画ですね、中山菊さん、竹村豊さんの貴重な体験話を聞きました。今後このような体験映像が必ず希少価値が増してくるでしょうね。まあそうですよね。だってもう菊さんもね、去年亡くなったし、もうお話聞くことできないんですよね。で、それをこう、なんていうかな、学者さんたちが調べた人たちが話しても、まあ詳細はわかるんだけど、やっぱご本人の経験をやっぱ肉声で聞くっていうのも本当心に刺さる、伝わるものがあって、やっぱそれはやっぱね、そういう学者や経験してない人はやっぱできないっていうもどかしさがやっぱあるんですよね。このような映画で二度と戦争にならないような、警告になれば良いですねっていうのをいただきました。ありがとうございます。あ、このことひらがなでくんさん、ましてもらいますね。太田監督が病気について発信していただくことが健康の大切さを感じます。ありがとうございます。あ、これは嬉しいですよね。だから
多分それいつも聞いてくれてる人なんですけど、いや監督また病気の話してるよとか、映画の話してくれよとか ね、令和新選組の話してくれよと思ってる人がたくさんいると思うんですよ。だからやっぱり病気の時、令和新選組の時っていうのは再放送しても、再生回数は高いんですけど、病気のやつは1回目はいいんだけれども2回目はぐっと下がるんですよ。っていうのは多分常連さんが、まあ、例えば300人ぐらいいたとして、その人たちはなんとか太田の話面白いから、まあ、ジャンルを問わず聞いてくれると思うんですけど、2回目になった時に、まあ、あれは聞いたからいいようになってしまう。でもそれがやっぱり、令和新選組とかの話の場合は、そこで聞けなかった人とか、その知らない人たち、今まで僕のことを知らなかった人たちが見つけて、読んで、聞いてくれる、見てくれるっていうのがあるんで、結構1000回以上再生あっても次もまた1000回近く、再生回数があったりするんですよね。っていうふうな気がして、何だろうって言った時に、それがまあいけないこととかひどいとかいうことではなくて、やっぱり病気に対する関心っていうのが薄い。で、脳梗塞って言ったらもう多くの人はね、名前は知ってるけど具体的に知らない。でも関係ねえよ、俺別にそんなならないからみたいなぐらいで、まあ、僕自身もそうでしたけどね、やっぱりそれに関心持たないんですよ。で、病気ってなって初めて、あるいはこう身近な人間がなって初めて関心を持って、そこでどうすればいいんだとか、なんか応援したいな、お手伝いできればと思うんだけれども、何していいかわからないっていう。で、やっぱり脳梗塞って多いし、ここ数年、特にこの2、3年ものすごく増えてるんですよね。だからその、まあ、背景っていうのもあるんですけれども、その時に、だから僕も本当に誰も言ってくれなかったんで、だから目が見えなくなった時も、ピンボケになって見えなくなった時も誰も言ってくれないから、僕も知らなかったし、すぐに病院行ってれば治ったんですよ。それをほっといたんで結局半分失明してしまって、今すごい苦労し、大変な思いして、もう障害になってしまったんですけれども、だからそういうことを事前に知っていればいろんな部分で助けられたりするしっていうことがねあるんで、でまた病気のことをこう突き詰めていくことで、単に病気に対する対処ではなくって、なんか人生って何だとか、生きる意味って何だみたいなものまで見えてくるので、あ、これは大切だなと思って、だからいつか映画にしようとは思ってるんですけれども、したいなとは思ってるんですけれども、なんか僕の好きな映画で、ね、黒澤明監督の赤ひげってあるんですけど、あれもまあ赤ひげ先生、江戸時代のお医者さんの話ですけど、やっぱり病気ってすごくドラマチックであり、じゃあ人生が見えてくる大きな題材だと思うんですよね。まあ、それで言うと生きるもそうですよね。あれもこう癌になった主人公、あの人、もう本当の名前出てこないな。漢字もぼーっと見えてるんだけれどもね。志村貴司の、課長。役所の課長が癌になったことで人生を見つめ直すって話で、つまり病気とどう対応するかだけではなくて、それによってなんか人生を考えるっていう。だから赤ひげ、生きる、で、なんだっけ、酔いどれ天使もそうですよね。あのヤクザの、いやもうこの人の名前出てこないと本当ダメだな、三船敏郎刀は振らないですけど、三船敏郎が、なんだっけ、結核になるのかな、でしていく、まあ、話なんですけど、そこでこのお医者の先生が志村貴司でっていう、その対立っていうかをしながら、なんか人生をなんか考える話なんですけれども、やっぱね、病気って嫌だし大変だけれども、やっぱり対立することでね、忘れたものを思い出すし、やっぱ人生の大切なことに気づくっていうのはものすごくあるなと思って、だから多分僕はあとも何年生きられるかわからないし、もうね60ですから、80まで来た人はあと20年って、その間映画何本撮れるんだろうと思うんだけど、でその中でやっぱりそういう医療とか病気とかいう風なテーマも撮っていきたいし、でそのことで、ね、黒澤明監督もね3本撮ってますし、なんかそういうことで、まあ、ブラックジャックもそうですよね。なんか医者物で、白い巨塔もまあそうですよね。そういうふうな、
病気とやっぱり対面することで見えてくることがあるっていうことはね、すごく今回感じたし、だから病気になってよかったなと思うんですけど、本当大変だし、これからの人生もうね、だって杖ついて歩いてますから、杖ついてって言い方おかしいな、杖持って歩いてますけれども、まあいろいろ考えさせることがあったし、なんかその経験がこうね、誰かの方にね、たとえ一人でも二人でも役に立てばいいなと思って、そういうなんていうかな、病気の話をたくさんしています。もうちょっと何分喋ったか分かんなくなっちゃったけれども、まああんまりもうちょっとでもだいぶ字はね読めるようになった、私は今思って、以前やった時ってもうほんとひどくてね、一行読むのは読めなかったりしたんだけど、今まあまあ読めたんでね、ちょっとずつやっぱ良くなってはいるな。まあそれでも2行読めないんですけどね、ってなことを考えつつ、またお便りを紹介して、まだまだいっぱい本当たくさん来てね、いろんな、もっといろんな意見くださってるんですけど、ちょっとまたやりますのでよろしく。